仕事で撮影についてきたりとか、うん、一応も出てくるだろうね。何回か。あ、嘘じゃない、嘘じゃないです。まあ、リビトンで買い物とかした、社長いいっすかって、今日金持ってきてないもんで、ね、また払うもんで、50万ぐらい借金がある状態で。出らへんのかわ。出ることがあったら出ることがないもんね。出ることないそれで置いてけ。いや、もうこれしかないんで。知らんのよ、お前。じゃあ俺ももうどうすんの、こんな金は。動画にを公開したんですよ。出るは出るわ、いろんな視聴者から。ガソリンを入れてます。あいつです、この車。様子見ようか。なん？あれ？行ったか？あれ？うわ、見てないうちに行かれた。やばい。うわー、やっちまったー。取れてないと思うんですけど、家が判明して。こうなります。ちょっと様子見るか。終わりました。ちょっと怪しいのがありましたけどね。あ、なんか買いだけ行けないんですよね。え、あれ？今歩いてるの？しないと、こんな綺麗だったらファンが作れる。私が建て替えてあげるよって言われて経営者来るかもしれない、うん、受けるよね、綺麗な小型もさあ、大丈夫、道場買うじゃんあれ、もう回ってますね。あ、俺回したテスト回した。まあ、ちょっとこれ5分間は編集さん、休憩なので、ちょっと視聴者の皆さんに説明しようか。うん、まず出会いからなんだけど、なら、あ、ですね、最近なんじゃ。最近です。ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいの話なんで、うんうん、はい、で、まあ、一緒に出ました。で、まあ、何、これ動画でさっきもちょっと聞いたんで、何、そのカードっていうのは何、あいつ不正利用とか持ってかれたってこと？いや、私持ってるんですよ、カード。はい、カード持ってるのに不正利用できるの？多分番号とか控えて寄贈したんじゃないですか。その携帯を契約させられたっていう話もしたじゃないですか。やつが大阪でなんか出資者がいて、うん、まだ出すから一緒に働こうみたいなってなって、で、まあ家も俺と一緒に住めばいいんだわみたいななって、一緒に大阪行こうって言われたんだ。はい、まあ、男と女の関係だからね。はい、うん、でその時は自分も好きだし、まあ好きっていうか、うん、言い方悪いんですけど、うん、あ、家賃代かからんかったのに、こういうめちゃくちゃやん。うんうんうん、まあ家賃代かからなかったらいいかなみたいな、大阪面白そうだしなみたいな。はい、で大阪ってそれこそ鶴橋とかなんか韓国人多いじゃないですか。うんうんうん、ああそうかそうか、韓国のアウトだから。はい、でいいなと思って大阪い、まあ、住みたかったし、うんうん、ただそれなんか携帯が必要で、うん、ちょっと今俺めっちゃ携帯契約してるからちょっと契約できやんもんで、うん、あの来月になったら、まあその契約者は5月なんですけど、うん、半ば後半ぐらいのなんですけど、うん、私の名前で全部なんか契約、何だよ、書いたの。はい、さすられて、で、なんで私がやらなあかんもんかなとずっと思いながら、うん、いや私こんな無理やし、私もうお金ないって言ってるじゃないですかみたいな、うん、いや来月になったら俺の名義に帰れるようになるで、うん、それまでにお金渡すし、うん、俺の名義に変えるよみたいな、うん、ってなったんで、うん、わかりましたって言って、まあ、肩借りるじゃないですか。何台借りた？ドコモと au って言ったんですけど、うん、1台ずつ。それが1台ずつだったらよかったんですよ、うん、それで2台ずつ、まあマジ、はい、まあ iPhone 3台 iPad 1台なんですけど、うん、で、それを一応なんか向こうがちょっと大阪行って、その知り合いとなんかいろいろ話して、なんかフィルムとか貼ってもらうでちょっと貸してって言って、で、今消息不明で持って行かれちゃったんで、まあ盗難じゃないですかあ、マジ？はい、だからもう警察にも今朝相談しようと思って、盗難届出した方がいいですかみたいな、うん、で、そいつのためにお金払うのバカらしいじゃないですか、うんうん、だからもう盗難届出すこと、まあ警察に相談しようと思ってて、今朝電話したんですけど、今日本当に今日、はい、本当に今日電話したんですけど、ちなみに、あ、翔ちゃんの人に説明してなかったけど、その今日連絡があったかな。で、お前がやり取りしてる中で、まあ今日4時までの時間あるよって言って、まあ今日じゃあって話そっかって言っていう流れだね。あれはもう本当にもう最近の話だ。めっちゃ最近です。警察に相談したのは、警察に相談したのはその不正利用が発覚してなんで、まあ6月、まあ1週目か2週目ぐらいの、あ、はい、本当にもう
本当に1週間ぐらい前だ。はい、お金払うのも私使ってないしバカらしいし、そんなやつも罰でも食らっとけと思って警察に今、うん、もう早々と言ったんですよ。へえ、はい、そういうことね。はい、もう次は裁判所で会いましょう、白石さん、内間さん。刑務所行きだよね、そんな。いつ契約したの？契約した日はいつぐらいだ？5月の、まあ、20日以降くらいですね。あ、本当にちょうど1ヶ月経つか経たんかぐらいだ。はい。あ、本当にもう最近の話なんだ。はい。いつから連絡取れなかったんですか？うん、ちょっと携帯いますね。あ、はい。すごいな。すごい世界です。あいつやばいな。携帯打ったか。まあ、ここまで連絡取れてるじゃないですか、3日。うん、16時18分。うん、これ読んでもいいの？ああ、恥ずかしいとか恥ずかしくないとかある？全然ここら辺だったら。これ上から行こうか。家の電話したら結局近くのワイモバイルのところに来ていて、自動音声サービス。それよりも私楽天カードに見覚えのない請求がめっちゃ来てるんで、それどころじゃないです。今ワイモバイル解約終わりましたわ。また仕事終わってないですか？あ、まだこの時は不正請求来てたけど、まさか白石だと思わなかったんだ。と思わなくて、なで、やつとこのやり取りの前に電話してたんですよ、その日の朝、うん、昼ぐらい、うん、で、まあちょっと今忙しいから、うん、これで日付だけちょっと上行ってみるね。あ、はい、4月3日最近連絡ないですけど、何かあったんですか？仕事終わったら連絡すると言いながら何日も連絡ない、心配です。何か一言ぐらい欲しいです。6月1日送ってるね。これ読んでいい？あ、読んでいいです。一冊カード不正利用されている件で言いたいことがあったんですけど、電話出ないので LINE で言います。ここ2、3日で楽天カード不正利用されていることが分かった日から、念のため他の全てのカード調べたんですけど、持ってるカード全部不正利用されていまして、全部止めてその経由調べてもらっています。だからしばらく支払いの請求も止めています。なんでこの間契約した携帯料金も今払えないし、別の形で支払いしなきゃいけないっていうことになってますので、それだけ知ってほしいです。いくら忙しいでなっても何の説明も連絡もなく1週間以上連絡取れないと、まあ、なるとか契約している携帯解約の手続きせざるを得ないのでご了承ください。もし何かあって連絡難しい状況でありましたらすいませんでした。長文失礼します。携帯料金払えないんですけど、どうすればいいですか？そうなんですね、私は。はい。で、何回か電話かけたんですけど、うん、まあ、電話のなんか、つながる音は、うん、して、うん、で、電話、まあ、出ないんですよね。うん。最新の携帯の番号知ってるわけだ。それ、ちょっと控えてなくって、うん、その、ガラス貼った後に携帯もらえると思ってて、あ、つけっぱなしにしてて。止めたの？今、ちなみに。いや、それ一応止めると、位置を、あの、なんて言えばいいんだろう、追っかけることできないのかなと思って。ああ、だけどお金めっちゃかかってくるんじゃないの？そうなんですよ、だからちょっと警察に相談してどうしたらいいですかみたいな。うん、だってもうクレジットカードもいくらぐらいやられたんですか？まあ3つあって総額100万ぐらい、30ずつ、まあ100万いくかいかないかぐらいだ、おそらく。はあ、すごいね。すごすぎる。不正利用され始めた週からなんかあんまり会えなくなったり、連絡がちょっとあんまり取れんくなったり、うん、あれ、うちの YouTube いつ上がった？5月22日。その時は全然気づかなかったんだ。気づかなかった。どうやって気づいたの？それはあの友人が私の事情を知ってて、うん、まあ、話したんですよ、実はこういう被害があって、うん、こういうやつがおってみたいな、うん、その友達が土木関係の仕事、うん、とかなんかしてたんで、それちょっとたまに見とるよそのチャンネルみたいな、うん、って言ってて、なんかその子も一応あのお客さんでした、私の、うん、白石とも、うん、まあ一緒に対面したことありますし、そんな仲いいわけじゃないんですけど、でそれでなんかサムネとか見たら、え、これやつじゃないってなったらしくて、で、あのその友達が、うん、なんとなく状況わかるで、多分俺の想像してるのと一致してると思うから連絡したいけど笑ってきて、うん、で、どういう話って聞いたら、なんかヒロムさんって大島さんっていう人かって来て、うん、大島さん？白石なんだけど。てか、大島って名前聞いたことあるけど、うん、なんかあったみたいな。うん、その時は私、大島って聞いたことあるだけで、誰大島ってなって、うん。はい。なんか YouTube で名前上がってるって来て。うん、なんで捕まったの？って聞いたら、うん、詐欺師だってって来て。うん、は？それどこで見れるみたいな。あ、そういうのね。で、自分が送って、それを送ってもらったわけ。動画を。で、え、やつやん、これ事件だわ、一応警察に言ったけど。自分が送ったんですよ。はい。へぇー。合ってるや
やろって来て会ってる。あ、もう潜伏先知っとるで捕まえれるわけだよね。じゃあ、はい、だって犯罪なんですか、あのお金を借りて帰ってこないの被害者何人もいるわけじゃないですか、まあ、詐欺じゃないですか、詐欺罪、私も詐欺罪、不正利用、窃盗、はあ、でまあクレッカー不正利用されてもやつの可能性あるんだよねって言って、映像も残ってた、一番映像は、その映像は残ってて確保してもらってました、とある店舗で。で、もらってるんですけど、ちょっと私、警察じゃないし、普通の一般人じゃないですか。うん、もしくは、その人と赤の他人かもしれないじゃないですか。うんうん、なんで、ちょっと個人情報なんで、ちょっと、詳しく、なんか、その人の見た目は。あ、警察は見たけど、まあ、自分は見てないな。多分見たと思うんですけど、一回見に行ったんですけど、中の警察の、うん、まあ、日本語で。警察のミスっていうか、ちょっと不定際っていうか、なんか勘違いみたいなやつで、ちょっとあ、ごめんなさいってなって、警察が、はい、なんか金額照らし合わせたらなんか違ってたみたいな、いや違うとかじゃなくって、この本当はトータルこの金額で2回か3回払いになってるんで、この金額になってるんですって、あ、そういうこと、もう一回見ていきますみたいになって、多分金額が違ってたもんで、この人違うって多分警察が勝手に判断したと思うんですけど、うんうん、いや、なんかクレジットカードとかはそれ専門で切ってくれるところらしいんだわ、盗難のやつでも、はい、例えばバーとかでもうそこのオーナーが一緒に協力して、はい、なんか映像のもらうわけじゃん、なかなか証拠は出んぞって、だって本人が認めんと出んよね、はい、もうしばっ面白い YouTube 見ない、あいつとはもう1年2年ぐらい前から友達で、まあお客さんの関係だで遊びに行こうよみたいな、最近になったんだ、はい、4月5月ぐらい今年入ってから、はい、ちょっと気持ち許しちゃって、はい、もう一気に来たわけだじゃん、はい、だんだんやられたわけじゃないよね、じゃないですね、いきなり不正利用もこの本当に 1,2 ヶ月の間でしょ。そうですね、ただその不正利用がやつかどうか断定はできないんですけど、うんうん、一番疑わしい人なんで、まあ、そういうことだよね、はい、まあ、完全に証拠が上がったわけじゃないけど、はい、まあ、ただ携帯も勝手に持ってかれとる、はい、っていうのはもう事実だよね、はい、であいつ一回預けたことあるの、カードは預けたことあるのないです。多分携帯の契約するときにクレカ出すじゃないですか、うん、そのタイミングで何か見て何か覚えたんじゃないですかね、わかんないんですけど。ってことは俺も調べといた方がいいな。調べてください皆さん。俺もね、クレジットカード最近多発してるらしいんで。あ、マジ？はい、多分社長だったら多分お金持ちだと思うんで、まあ、ちょっとだけ引かれても、まあ、気づかないじゃないですか、この使ったっけへえみたいな、だよね、じゃないですか。私の場合クレカで決済することそんなないんで、どこの決済ってなるじゃないですか、現金派なんで。調べた方がいいな。調べましょう。そうか、まあ、とりあえずじゃあありがとうございます、情報提供ありがとうございます。一回止めようか、じゃあ、はい、ほらもう向かっとるで、これ動画今もう今こっちは撮っとるからさ、いや、どうしようね、いやいや、会ったことはないですけど、安井、ちなみに女の子のところまであと何分ぐらい？あと10分で女の子のところに着きます。 10分です。こっちで音取っとるの。まあ、あと9分か8分ぐらいで女の子拾うんで、13分頑張ってください。じゃあその貸す時に、まあ、金利とかは僕つけないんですけど、いやいいです、いやもうそういうのしないんですけど、これ今もうこれカメラ回っとるじゃな、で、はい、急遽ちょっと決まっちゃってバタバタしとるけど、はい、今ね、
まあいろいろあって今日急遽捕まえようかってなったんだけど、はい、まずさなんか駐車場かなんかで喋っとるらしいの。で、に、うん、逃げるとかね、車、安い車バーってかぶせろ。はい。ああ、そういうことですね。緊張する？緊張します。やはりめちゃくちゃ喜んでる人。じゃあボロカス言っていいみたいよ。ボロカス言ってないからね。死ね死ねとか言っていいですか？なんかメモとかしとる？言わなかんこと、なんか何だったっけ？もう11分以内ぐらいにつけると思います。明日、借用書持ってくるんで。どうする？ちょっと僕、全然一人いるんですよ。どうしよう、大丈夫かな。今日あったらもう次は裁判所で会おう。いいから。あ、わかりました。次回お会いするのは裁判所で。で、とにかく問い詰めて。今日向こうに杉薬局あるんで、杉薬局行かないで、この角のところに中野がある。ここの横ですか。もう一個向こうにもありますけど、どっちのパーキングですか。そっちのパーキングだね、多分。向こうですか。どうします。これ左行けるだろう。はい、喋っとらん。あ、あれか。喋ってる。あ、なんかにおる。あれっすね、どうします。あれですか。どうにつきます。かかってるやつ。左、とりあえず行こうか。はい。通り過ぎて、やばい、吐きそうになってきた。ゆっくりや、ゆっくりや。飛ばしたよ。あれですか。これだな。そのまま、ここ止めよう。ここ、あ、そこの、あ、シャッターないでいいわ。私も行きます。行きます。どうします。私ここで待機。とりあえず待機してもらうか。わかりました。で、ここに連れ込んで。いや、でもこう、か、まあ、ちょっと話の流れ見て、はい、これ電話このまま持っときゃ話で、はい、これが今現に話してる内容ですか。うん、今これ喋ってるやつ。俺の知り合いが今イヤホンしてくれてるから。はい、43万。今から突入します。ちょっと待ってください。ちょっと走れるように。カメラ回ってます。はい、知り合いで、うん、とか僕仲いい、直の子なんですよ。すぐで僕聞いちゃったんですよ。白石さんとか始まって知ってますって。いや、向かいの社長知っとるって僕に社長とったんで、僕社長とは面識なかったんですけど、めちゃくちゃは。で、に聞いたら、いや、それは分かんぞ。で、に僕も言われて、いや、まあ、だったらちょっと話してきたと思って。
いやー、でも俺もだからめちゃくちゃ変な気持ちですよ。まあまあそうですね。でも社長にもだからなんか変な気持ちですよ、こっちも。だからまあこの子責めたらあかんけど、いろいろ調べて俺上にも聞いてきたんだけど、あいつお前詐欺師だって。どうしよう、今詰めさせるよ、お前。はい、その話をするよ、今から誰がですか。いや、この子はないんで。あ、この子はない今保証にさせるんだろ。お前、このつもりでしたよ。はい、全部証明するよ。今、普通スナックをやってます。どうするんじゃない聞いたよ、どうするんじゃない。スナックス、なんか保証になってくれるんだな。普通だろ、なんか普通だろ、なんかそうですね、僕は。いや、スナックです、夜やってます。いや、聞いてもらっていいですか。なんで俺そんなやつ喋らなかったよ。どうするの今、払うよ。ちょっとじゃあ、電話してもいいですか。なんか、うろうろしてるらしいよ。はい、もう今言ってないですけど。あ、今言ってないですけど。知らんない、そんなこと。ちょっと一件電話していいですか。今から入れれる。いや、聞いてみます。聞いてお前入れれるようなやつが、お前故障にあれよ、ちょっと。それでいいですか。スピーカー喋る。あ、お疲れ様でした。スピーカーで喋れて猫です。ちょっとあの前俺あの話し取ったあの YouTube の人いるじゃないですか。に今ちょっと一緒にいるんですけど、あの YouTube の人。そうですそうです。で今はい今スピーカーで喋ってるんですけど僕。はい、で今そのどうすんだって今話になっとって今連絡したんですけど。そうですそうです。今違うっす。都心町の勤務観光ですね。いや、そこで今一人の人と会っとってそこに行きました。もうそんなこと言うんだけど金貸し出してくれるかもしれない。そんなしろよ。はい、どうするんですか。なんて言うんですか。なんでしょ、お前が体の通りできるんで、お前電話していいですか。あ、そうそう。で、それで前誰か仲間にも呼ぼうと思って電話してたの。いやいや、違う違う違う。なんて言いいですかって、どういうこと、おかしくない、うん、お前が金返してくれって言ったら、この人だったら面倒見てくれるって言ったじゃないの。で、その、今その金をその返せみたいな感じ、返すしかなくてですね。はい、で、今電話しますけど。あ、どうぞ、喋れます。あ、いいですよ。聞こえます。さてはどんな方なんですか。でそれ明かさない人と僕が喋る筋合いあります。明かさない人と僕が喋る筋合いあります。どんな方か名乗ってくださいよ。それからの話じゃないですか。いきなりこんな電話変わられて、じゃあ僕あなたと話したけどこいつ捕まえて探し回ってるわけじゃないもん。 でこの子が、まあ、今日中に払えますと、この人だったら何とかしてくれますと今電話しだしたんだもんで、知らんけど、うん、でそれはあなたになんかこいつが悪いとかどっちが悪いとかその話で1から10まで説明する必要ないじゃん、第三者に。そうそう、だから第三者に俺が話すしかないじゃないですか。じゃあ説明してない筋が通っとったら返せるんですか。で借用書が書いてないんですよ。書いてないでしょ。一緒に買い物行って物買ってこいつが払います、請求書を起こしてくださいって言って。本人は認めとるやつだもん。借用書なんかいらんでしょ。本人は認めてんだから、一緒に出してもらったって。議論する必要ないんだ。まあ、もう話にならんだったらさ、話してもしゃあないじゃん。俺別にさ、どっちが合っとるとか間違っとるとか、あなた間違ってますよってあなたにいきなり見たこと
悪い通じ合いもないし、あなたが叩かれる話をするなら俺、まあ、このまま電話で話したいこともあるけど、別にそんなどっちが合ってる間違ってる、そんなお前こいつ借用書ねえのに話す必要ねえだろとかどうのこうの言うなんですよ。俺お前と話す必要ねえだろ。そうですよ、そうじゃない、いきなり電話してきてこうごちゃ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 言われて、だって誰がいいガチャガチャ言ってんすよ。ガチャガチャ言ってないでしょ、いきなりこいつが電話して金叩かれてくれる人がおるって言って電話したんだもんね。話こいつとつけてくださいよ、俺と話すことじゃないじゃん。話したけど、ああすいません、カルマさん今、はい、じゃあ向こう行って話すの、こっちで話す、スピーカーで、スピーカーで話せってまた言われてるので、スピーカーにしますね。はい、あ、すいません。いいよお前、違う人間に60万貸してください、保証人になってくださいって、お前風俗嬢連れてきとんだろう、ちゃんと正直に言えよお前。人と会って、でその子連れて、あの今錦にいるんですよ、錦っていうか東新町にいるんですよ。で東新町でその会う人にお金を借りようと思ってその子と一緒に来たんですよ。現場もそうです、現場も行きましたけど今日は昼間っていうのは戦えれるんですか。いや、40万か50万ぐらいだったの、46万ぐらいらしいですよ。いや、水に流しますよ。いや、俺こいつにだって何ヶ月も待ったるって、4ヶ月待ったるって言ってずっと待った。世話になってるあの師匠とかね、知ってます。そうそこを裏切ってこれ逃げてっとるんですよ。でしょ。いや、責められる、そんなに責められる筋じゃあるんですか。いや別に俺正当じゃん、別に俺これさらっとどつくわけもないし、どうするんだってこれ言いに来てるだけじゃないですか。こいつが言い出したんですよ。いや、この人だったら何かとかしてくれるってどうするって、どうしてくれるかもしれません。なんすか。物があったからですよ。で、家はいいじゃん。いや、お前目の前で家よ。お前物の言い方考えろよ。ねえ、いいよ。俺嘘ついてるか。いや、だその物買ったも物ももちろんありますけど、でも飲み物が沖縄旅行行った金それに入ってるわけじゃないですか。沖縄旅行でも終わり。建て替えてもらったわけじゃないですか、社長に。まあもういいよ、もう。まあ、まあ、この話すのはいいもんね。ちょっと今払えんなら、まあ、またちょっとかけ直していいですか。俺こっち。いやいや、まあいいっすよ、払えるなら払えるよ、払えるって言ってください。会ってないって話じゃないでしょ。こいつが貸してませんって言ったから、一緒に飲んでね、遊んでね。
ちょっと今外がうるさいので黙っとるだけですよ。外がうるさいで黙っとるだけですよ。いや、出せるんですか、出せるんですか。まあまあ、この金がどうとかこうとかで、そういう話。いや、不確かな金じゃないって言ってこいつ止めとる金だって。俺本当に嘘を認識してないからね。なんならこいつにごまかされとるよ。こっちにごまかされとるよ。あなたがどういう関係か俺分からんんですけど、めちゃくちゃでしょうが。いや、逃げ、まあ本当に逃げりゃいいじゃないですか。で俺もこれ捕まえた以上は取れる努力するだけじゃないですか。なんだろうがなんだろうが、この人が代替してくれるっていうのは、その話聞きますよ。だけどその金がどうとかこうとか、あっとるとか間違っとるって。いや俺あっとると思ってるし、こいつもさ、みんな認めとるからだし、俺 あんた詰めに来たんやつじゃないじゃないですか。俺とあんたが喧嘩したってしょうがないじゃないですか。こっちに腹を立ててるのに、なんで俺をそのなんていうね、水野を知らん人と喧嘩しなかったんですか。そこは自分で詐欺やって人がまくらかしてやってる人間ですよ。いや知らんすけど、いろんな人間から金が、適当じゃないっす、適当じゃないっす。僕はまあ安い連れてこいよ。あ、連れてきましょうか、うん、車にもう一人おるんだ、女の、まあ、女からもお前カードサービスしとく、クレジットカードカード切ってお前携帯かな、何台もかかるけど全部固めとんのか、こじきみたいな人間ですよ。いや俺、俺さんがどういう人かわからんね、お茶見に行ってんでね、こいつが悪いことやっとんの分かって認めとるって思うから、それは腹も立つけど、こいつは本当に嘘ついてない、小林社長に騙されとると思ってこいつを保護したんだったら、こいつとんでもない人間だよ。しょっちゅう行って金使って、何十万もな、全部そのあれっす、その社長のことは騙されたって言ったんですけど、そうやって飲み代と買い物でこんなに借金がありますって YouTube の、あの〇が見たんで、 YouTube 見たんで、いやいや、まあいいが、そうだ、じゃあ別にいいっすよ、46万円だけぐらいや俺いいし、こいつに〇ヶ月も待ったるって言ってた話ですよ。会社の借金終わるまで待ったるなって言って、その代わり連絡だけ出ろよって、月5万円でもいいよって話しとったの。それすら飛ぶんだよこれ。もうそれ言えよ、この人に何て言ったかしら、自分の本当のこと言えよ、そのカットさん。いや、普通にその通りです。そういう通りだって、自分で言えやん。そうやってあの残りを50万1回付けたじゃないですか。飲んだ金がどうとかこうとかって言っとるだろ、はい、お前出したから、ね、から立て替えたんだろう。違う違う、それはそれって言っとったから、死ぬだろ。言いましたけど、本当は〇さんが出してくれたんですか。そうです、50万円出してくれたんですか。あれ何月何日ですか。こいつそれ嘘ついてくれないでしたら、ハイエースの名義の人ですか。ハイエースの名義の人ですか。ハイエースの前のハイエースかなんかの名義の人ですか。じゃあその物言い方やめてくれんすか。俺も腹立ってくると思う。いや俺もちゃんと話しとんだよ、ちゃんと話しください。いやいや話したくない。いやキングですよ、都心町のキングの脇の。いや今度もいいですよ、俺別に来てほしくない。こいつの話じゃない。注意されます。ないない。いやもう俺そんな、もう一回ずつ払ってくれるなら払ってくださいよ。あ、じゃあちょっと聞いておいてくださいよ。今ね、あのこいつがね、騙した女の子ね、これあの視聴者で何十人も連絡来とるんですよ。まあそれが本当かどうかわからんで、俺これ言いたくないですけど、一つは完全に裏が取れとる方が今目の前におるんですけど、
一回いいんすよ、まあ、来るなら聞きなさいよ、話するの。だって別にあなた責めてないし、俺こいつ責めるだけ、だから俺捕まえるだけですよ。ただそれだけじゃないですか。こうやって捕まえとるんですよ、本当は。こんなクソに騙されて、お前そのまま黙って、この46万、たかが46万かもしれないけど、人を騙してこうやってやっとるやつ。じゃないですか。なんで俺も別にあなたがこんな4人払う必要ないでしょ、だって知らん人間に言われたねえし。わけわからんかどうかは俺わからんけど、まあちょっと話したって。なんか、なんかクレジットカードを騙された。クレジットカードはまだなんとも、断定はまだできないんですけど、まあ、とりあえずなんかその防犯カメラの映像確保してるのと、あと携帯電話。じゃあそれはまずクレジット携帯はやってもらいましょう。携帯契約してもらいましょう。そうでしょう。照合してる最中やんな、はい、カメラとか使った人と、はい、で、明細も全部確保してるんで、クレジットカードの明細とか全部分かってんの。はい、全然、だってそんな俺クレジットカードどうするんですか。どうやって財布から抜いて俺使うんですか。知らないですよ。いや、俺そんなことないですよ。この子のクレジットカードが3枚ともやらなくなってる。あ、そう、一緒にするんだ。で、クレジットカード不正利用されましたって連絡入れた時に、そこから音信不通になったんで、もう疑うしかないじゃないですか、あなたを。なんで、その携帯なんで売ったんですか。人のやつじゃないですか、それ犯罪ですよ。いや、そうだけど自分の携帯してる。で、貸したるから、で私の自分のやつ解約したじゃないですか。で、それをその携帯がまた何戻ってくると思って、私それを信じて携帯3台と iPad1 台契約したんですよ。次の月払う、名義変えるからって言って。で、払ってるよ、それも。来てないと詳細するでしょ。来てないんですけど、それどうやって、私がいないのにどうやってそれ名義を普通に払えるよ。どこでも機種は全部来たんだろ。全部来ました。ちゃんと何それ居直るの。いや、普通にどうやってやってる。ついてもしょうがないって言ってた。ただそれ、いや、絶対普通に、だってお金払ってるんですよ。分割って言うんですよ。機種代も分割じゃないですか、携帯のやつ。払っとるって言ってるの。私のクレカで引き落としなら、それどうやって払うんですか。なんで現金で払えるよ。どうやって払うと。で、私にあれ来てますよ。払ってます。まだ来てないですよ、請求書。今月からじゃないですか。だって今月の、先月でしょ、来たの。行ったの。先月使用で、今月の引き落としであるんですけど、私のクレカで決済じゃないですか。それ買えるってなったら、本人がないと買えれなくないですか、それ。まだ決済はカード。私に来てますよ。カード決済で引き落としになってるから、その機種代とか全部ここ明細に載ってますよ。いや、じゃあそれはちゃんと俺払うけど。絶対払わんじゃん。信じない、もう信用ね。自分の携帯もだって払ってる人、だって俺の名義のやつ払ってるはずなのに連絡も出んの。そう、最近出てなかったです。最近出てなかった。連絡出てない。もう1ヶ月近いちゃいますか。ちょっと通らんの。まあそうです。通るの。まあ通らんす。通る。払うつもりだと。まあどうか通らんす。ねえだろ。何でお前そんなの取るの。誰も信用せえへんすよ。
私の家のスペアの鍵貸してください。ちょっと車の鍵貸してもらって、そのこのイボイボの僕ですか。あの大阪のそのバーの話、それはあれ何なんですか。途中ダメになっちゃって、なくなっちゃった、なくなっちゃって人の携帯を売った。そう、その後すぐでした。なんでそれ私に連絡しないんですか。ダメになったらダメになったら、ね、私あの連絡くださいって言ったじゃないですか。何があったか分からんけど、それ連絡ください。なんで、なんで、まずもうなんか申し訳なかったのもあるし、あともう一個の方あるやん、自分の方のやつ。何が、家違うって飲み屋。はい、マッチの方もそこがすごいんだって。そこは、はい、おざす、着きました。はいはい、もしもし、はい、はい、大丈夫ですすいません、すいません、はい、はい、すいません。ああ、いや、そうです、はい、ああ、指定です。社長、どうぞ動画はやめてほしい。ああ、いいよ、来てくれたら話するわ。来たら話するんで、その時は動画止める。使わない、使わないって言ってます。はい、撮ってます。あ、でも絶対使わない、それは約束します。あ、でも絶対使わない、使わないって約束するって言ってます。社長が絶対使わないって言ってくれてますそうですね、はい、はい、あ、今俳優さん着きました。あ、わかりました、行ってきます。はい、今もうちょっと行ってきました。ちょっとこの子だけちょっと夜仕事あるもんで、お待ち、何してるの。はい、これ車乗ってます。まあ大丈夫って言っておいていいよ。あとどれくらいまで大丈夫。今ね、いいよ、帰ってもいいよ。車置いてるよ、どんどん来るんだよ。仕事しようよ、仕事しようよ。いや、俺んじゃないっす。あ、もうそう、あとタクシーがいない。いや、タクシーがいたらえらいことだし。島田先生、でもちょっと調べたんですよ。あ、はい、なんか、借りとるっすよね、金。そうっす、金も。これでも騙されとる。今クレジットカードわからん、証拠も出てないけど、一緒に住んどって3枚のクレジットカードが不正で100万ぐらい抜かれてる。で、それは本人は今違う、僕は違いますって言ってるけど、それ以外誰が持ってくの。一緒住んどってて本当に。いや、俺知らんけど、それはお前らの事情だもん。その俺らは知らんけど、携帯も3台も4台も借りられて、基地売っとんだよ。これいいだろ、人間のクズだぞ。今から来る人は誰が来るんですか。いや、さっき電話の人。で、今回僕のお金を借りて返そうと思っとったって聞いたんですよ。そうです、なんか自転車操業したと聞いたんですか。いや、そうです、まさに。いや、勘弁してくださいよ。なんかもう全然聞いとる話と違うもんで、はい、じゃあ僕は安心しましたけど、こう今こういう話、もう実際いくら貸してるんですか。動画出てみ、顔モザイクかけますよ。なんで、いやいや、カメラに出るのはやめます。ちょっとお前が君もじゃあこの彼女に聞いてみよう。じゃあお前この子も騙されとるもんね。かわいそう。いや、騙してです。この子はだけど金借りとんだろ。まあ、10万ぐらいです。いや、そこら中で金借りとんの。もう10万クニトンで、お前名前変えてずっと生きとんだろ。クニトンお前地元も飛んどんだろ。そうそうそう。お前動画出てから地元のお前知り合いとかめちゃくちゃ来てるっすよ、ほんまに。すご
600万も騙されたとか。いや、そんな話多分すると思ってますよ。知らんけど、そのこと言わんし、はい、証拠も取れてない話。いや、詳しいぞ。全部相手してたら今こうやって回ってますよね、やっぱ。もともとこういう名前ですよね、やっぱ。どこどこで住んでましたよね、やっぱ。そこら中でお前飛んで、お前。借金して。今の。そうっす。じゃあ、ちょっとこっちを下げるかな、そう。もう、じゃあカメラ、こっちだけで。はい。お前、手だけはやめたってください。お前、やめたってくださいって、お互い、まあ、警察さんだけはマジで、マジでシャレにならんことになる。じゃあ、俺殴ったりしないから。会社の人見たことある。こいつが動画になったやつ知ってる。だからその手出したり、そういう心配しなくていいから。なんならもう警察連れてって話したいぐらいだから。こいつが損するよ、そこまで当たってないだけどな。出してみる。俺は取れ。あんま離れるところで欲しい。ちょっと 目に見えるところでの方が。いや、万が一向こうだってあるんで。ほんまに。まだ信用してるじゃないですか。安いのじない。お疲れ様です。事件が終わってもう1週間、はい、10日間ぐらい、もう1週間10日経ちました。で、まあこれ、あの動画1回編集したものが今上がってきて確認したところなんですけど、ちょっと分かりづらかったのは、その大島白石が、はい、まあそのなんか人呼んでこういうのだったら何とかしろって、結局まあ結局自分じゃなんかあれだもんね、そういうちょっと半グレみたいなやつ呼んで話さして、でそういうのは取れてないじゃん。そうですね。でこれなんでじゃあ音にしてないかっていうのは、まあその人とまあまあ言い合いになりました、ほらみたいな。多分あれテキストでも分かるように、はい、で来てもまあ言い合いになったけど、最後結論、動画になってないけど、そこはもう全部取ってないし、俺相手としちゃったとこな。でまあ結論は40万かな、取れました。おいいよ。はい、うん、それは取れたっていうのは、まあ本当その人もその大島白石を、まあ、信用しとって、はい、で女の子たちの話を聞いてったら、結果お前が悪いじゃんみたいな。うん、なんかまあ、視聴者はちょっとわからんから、まあ、来てわーってなる、まあ、最後社長手出したなんすよみたいな話で、はい、終わっとるじゃん。まあ、向こうとしては騙されたお前らも悪いやろっていう感じで来てたんですよ、本当に。でわーってなるわな、はい、でそんな遊びに行ったから、いやちゃうやんって、俺一緒におって飯行くぞって言ったやつが全部出しとるわけじゃん、はい、単純に一緒に買い物とか行って、いや僕も買っていいですか請求書でっていうものだし、あとは沖縄旅行が20万か30万だったけど、沖縄旅行っていうのはもうあいつが完全に財布忘れたので今回貸してくださいって言って、じゃあ4人で俺らも行って、それをちゃんと4割して遊んどったわけだよな、はい、でこれはあなたの分配ですよと。だけどもう飯はいいわこっちで出すわとかやって、それ引いたっとるわけよ、はい、うん、でもその人には違うこと言っとんだろうな。そうですね、うん、なんか一緒にキャバクラとか何に行って、キャバクラなんか行ってねえよ俺こいつそうって、はい、キャバクラなんか行ってないし一回も行ったことないんじゃんあいつなんかと。で沖縄ではなんかちょっとピャって行ったんかな一回ぐらい。だけどそれもみんな悪いぞって、なんならあいつの方が遊びに行ってるわけだろ。うん、だってそうっす、俺はもうホテル帰るわって言ったけど、あいつだけ風俗みたいなのも行って、それも知らんかお前。いや、動画になってました。あ、別件ね。はい、うん、だその何の遠慮もなし、いや僕も風俗行きたいっすって言って、俺から金借りて行ったのに、そんな金だろって言ってるのはおかしいし、だけど、まあ、その人も多分違うことを聞いてて、まあ、話しとるうちに、まあ、とにかくでも、まあ、これは言ってもいいと思うんだけど、その人が出てないから、まあ、その人は、まあ、お島に金貸しとるわけよ。はい、で、まあ、大なり小なり金利取っとるわけ。うん、だから、こいつが捕まったりしたら困るわけよ。はい、お島がね。こいつが結局、捕まったら困るので、もう、チャッチ入れてくれと。この動画も消してくれと。消してくれるなら払うって言ったけど、まあ、俺だったら嫌だと。40万
もらって他の被害者もいっぱいおんだから、うん、動画上げんのが困るよ、うん、で俺はまあ今後手出さんなら分かるけど俺もこのやつ、ね、めちゃくちゃどんどん被害者が会社に電話あるじゃんかなりありますね YouTube になってないこともあるはい。なんでまあ裏取れてないこと俺も言えんからそうですね、うん、だけどもうしょっちゅう電話もあるじゃんはい。でそれをまあ今後手が出さないっていうのはまあ分かりましたと40万、うん、でその場で取りに行ったなあの人はそうですねすぐ用意してくれましたね でさらに、まあ、その人の庇護するわけじゃないけど、まあ、その人自身はその取ったあの被害者のこっちのメインの方だよな、はい、向こうにも向こうも被害者だったじゃんそうですね被害者とか本人は被害者と思ってないかもしれないけどまあまあまだ信用してましたね今もされとって、はい、だけどその子もなんかしとったろ保証になっとるとか言ったっけはいまあ P ですね P 言ったらダメです額は言ったらダメですけど、うん、10万円以上ですで、まあ、その子が、うんねまあ、騙されたと思ってないですまだ多分今思っとるんだよ今思ってますかね、まあ、とにかく4条も村にいましたでさらにその人はこの女の子の被害者にもお金を払ってきますとはい、まあ、そこからこいつから取り立てますよとはい、こいつから取れる自信があると、はいまあ、その時点でもちょっと半分までこいつのこのポテンシャルを知らんなと思ったんだけど俺はあまあまあでもそれもプロだからそういうことだな、はい、だからまあ取れるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、その女の子たちもかわいそうだと、はい、で確かなんか女の子になんかと一緒に3人で行ったからそうですあのすぐ対応できるやつはその日に対応してくれました、うん、書類も出せみたいな感じで言って、はい、なんか最後ビンタかなんかさせてもらったら水かきさせて水そうですねはいもう、はい、腹がそれでも収まらなかったらもうやりゃみたいなはいバーンってやったんだろらしいですね、うん、で、まあ、まあぶっちゃけ次の日喋ったもう連絡先わからんけどはい、うん、次の日一回喋ってでまあ昨日はすいませんってまあ、俺もすみませんと俺もガーってなっとったからさで撮影はできてないけど、まあ、結構わーってなってたじゃん最初はそうですねやばかったです、うん、で、まあうん、まあお互いにすみませんってことででまあ結局俺らが帰った後にその女の子たちとやっとるから向こうははい、うん、なら、まあ、内容どんなに聞いてもまあ全部嘘でしたこいつがね、うん、その人にもまあ金借りるために適当なこと言っとるわけやそうですね、うん、でまあこれ言ってもいいと思うけどあの月曜日にもう翌月曜日にあいつ逮捕されましたでまあ留置所はい、うんまあ、これ言っていいのか、まあ、言っていいと思うけどまあそれは別件です俺らとは全く別で俺はまあこれ金もらったから警察にも届けてないし、はいうん、その女の子たちもまあ払うっていうイコール被害届はやめてくれみたいな、はい、で結局そういう話がいろいろしとる中で全然別件のところから、うん、もう詐欺で今捕まっとる出てこないです、うん、出てこないですよ、まあ、詐欺って難しいじゃん、はいうん、だからどうなるかわからないけど、まあ、今はとにかく取り調べ受け取る最中、うん、それはまあ俺、まあ、ほら情報筋から来たから、うんまあ、本当だと思う、まあ、これでまあ事件は終わりだよねだって、まあ、第3編にして、はい、長編でしたけど、はいまあ、事件はあり、まあ、俺まあ言い方悪いけど女の子が申し訳ない言い方をすると、まあ、俺は被害者ゼロだよな、まあ、ほぼゼロです。桜に盗まれとった金ももうここまで来たらもうこれ絶対だなと思ったけどな、はい、動画の中になってないかもしれないけどクレジットカードも結局財布から抜いて使ってまた戻したらしいもんなあそうなんですか言っとったでしょ本人が俺動画になってないからそこなってないです、うん、クレジットカードもそれ取れてないですで携帯も言うんだなもう大阪で仕事の話があるの嘘だぞあだから飛んどるやつに誰からそんな話があるのみたいなじゃあオーナーやらんって雇われオーナーでやらんって言われても携帯4台用意する必要あとは直しますもう SD も昨日ずっとやってます僕フォーカスもずっとやってます何だった何時か、はい、女の子携帯を鼻から売る気で契約する鼻から携帯売る気でやったのとそう部屋ももうあれ解約しとるもんね、はい、あいつが大阪行くって言って一緒に行こうって言って部屋解約して、はい、なんか7月末まで出なかったろはいまあひどいもんなひどいっすよ、まあ、何にも考えてない人のことだな、はい、俺の想像を超える鬼悪魔でした、まあ、そんなやつで俺も一緒に遊んどったけど、はい、全然気づかんもんな人当たりはいいもんな、はい、それをみんな言うその周りの人たちも結構周り経営者とかいろんな人がおるから
聞いてるとやっぱ人すっごくて可愛いんだよねあいつって、はい、多分あの人も可愛かったなと思うよ。車とかも貸しようだろう、確か部屋と車も貸しようだろう。もうまあほんまに面倒見てるって感じでしたね。はい、はい、そんな感じです。また、まあ今後続編はないと思うけど、まあなんかあれはまた動画にしたいと思いますんで、チャンネル登録いいね、チャンネル登録ね20万超えて、まあ、いいとこ来とるから、はい、ぜひ今後またまあね、この業界、まあ、結構塗装業界建設業界ってまあこういうものも多いやん。多いですね。だからまあこういうものが全てじゃないよね。動画で撮るよりも本当のメインのきちっとしたことの方が多いけど、なかなかきちっとしたことって動画にならないからそういうことばっかりやってるけど、ぜひまたこういうことがあったらなんか取り上げていけたらなと思ってますので、ぜひ、はい、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。また見てね。また見てね。